聞かせるトレーニング講座2018ですね。今日はティーバーロイングを使った三角筋講座ですね。ティーバーって大体広背筋の種目なんですけども、肘を開いたりするとですね、三角筋後部に効きますからね。もうそれはベントローとかでも一緒なんですけども、こう引くと背中に効きますよね。ワンハンドローでもこれを開くとですね、背中は使えなくて肩に効くからですね。逆に利用してこれで肩に効かすこともできるわけですよね。そういうふうに同じ、マシンでも使い方によって差が出ますからですね。もちろんティーバーとかない人はベントローでも構いませんから、別にこういうティーバーがなければいけないということはないですからね。いろいろ工夫してやるべきですね。ただマシンはいろんなものがあった方が、工夫の幅が増えますからですね。LB ジムではどんどん器具を入れ替えてるんですけども、やっぱり器具はね、時々変えた方がいいですよね。その点これいいですよ。 LB ジムで販売してますから。これが10万ですからね。これすごく安いと思うんですけど、っていう宣伝をやった後ちょっとやってみますね。これはこんな感じでこう開くんですよね。三角筋後部に効くんですよ。それはですね、背中後背筋に効くんですけども、丸めた状態でこれを繰り返すんですよね。で、肘をちょっと上に出す感じですね。グッとですね、背中を使わないっていうのがですね、辛いフォームになりますから、三角筋後部ですね、それを意識してですね、止める感じですね。それもね、もう背中に比べたらちょっと物足りないんですけどね。 こっちは背中ですね。背中に比べたら物足りないんですけども、終われば効いてますからですね。もうここで支えとけばどこかに効いてますからね。で、肘をこう開く感じですね。上に開く感じ、これは三角筋後部に効きますからですね。って感じですね。肘を開く感じがいいですね。自分でこう意識できるとですね、体って変わってきますからね。こういうバックポーズと一緒ですね。こういうふうに開く感じですね。ダンベルでこれやると一緒ですからですね。で、これを使ってやるって感じですね。LB ジムでも同じ T バーでも背中に効かす人、肩に効かす日、分けてる人もいますからね。それは見ていればその人が工夫してるかっていうのは分かりますから、初心者の方だったら上げるのに一生懸命になりますからね。上げるのに一生懸命になるっていうのが重さにこだわるトレーニングですね。そういうのは進めてはいませんね、LB ジムでは。意識が大事っていうのは初心者のうちから言うんですけどね。筋力トレーニングの目的っていうのは筋肥大しかないからですね。それはもう女性でもお年寄りでも一緒ですね。筋肥大をさせるのが目的ですから、重たいのを上げるのが目的ではないからですね。ただ女性とかお年寄りは筋肉がつきにくいのはありますけれども、それでも目的はもう筋肥大しかないですからね。持久力をつけたり、スポーツのスキルをつけることなんかできませんからですね。筋肥大をするためにはどうすればいいかっていうと、重さにこだわらない方がいいっていうのが効かせるトレーニングですね。筋トレの目的が重たいのを持つことにならない方が得ですね。こういう指導をしてるのは本当 LB ジムだけだと思いますけれどもね。もちろん慣れた方は効かせてるんですけども、ある程度重量を持って効かすっていうのが一般的ですからね。これの LB ジムのトレーニング、効かせるトレーニングが画期的だと思う方がいらっしゃったらですね、このトレーニング動画少しでも参考にしていただければ幸いでございます。